マゴリツ人は中華民国の軍人。陸軍2級上将。日中戦争で活躍、新編第一軍軍長としてのミャンマー方面での軍事的功績で知られる。台北遷都後は、蒋介石らから猜疑され失脚に追い込まれた。字は、中治。父の孫広沢は、辛末の巨人であり、山東省や安徽省で地方官僚を務めている。孫立人は幼い頃から学問に勤しみ、1914年には北京清華学校土木工程系に入学した。学問だけでなく体育活動でもバスケットボールの選手として活躍し、1921年6月の第5回極東選手権競技大会で中国代表に選出、優勝に貢献している。1923年に清華学校を卒業し、官費でアメリカに留学、インディアナ州のパドゥー大学で引き続き土木工学を学んだ。同大学では理学学士を取得し、1925年にはバージニア士官学校に進学している。同校を卒業後、欧米や日本を歴訪し、各国の軍事事情を視察した。1928年に孫立人は帰国し、間もなく、中国国民党の中央党務学校で軍事訓練隊隊長に抜擢される。1931年、総司分の紹介で総司令部自衛総隊副隊長に起用され、さらに中央政治学校に戻って訓練班主任となった。翌年、財政部において税務警察総団が設立されると、孫は第4団団長に起用される。孫は、士官の任用や訓練を厳密にし、部隊の戦闘力を大幅に強化した。1937年、日中戦争が勃発すると、孫立人率いる税警総団は、第8軍の番号を与えられて、上海の最前線に赴くことになる。孫は、支隊司令として、蘇州に駐留して、第1軍軍長顧宗南の指揮下で、日本軍を迎撃する。孫率いる第8軍は戦闘力を発揮して日本軍に打撃を与えたが、孫自身も最前線で指揮中に全身13カ所を負傷、緊急搬送されて香港で治療せざるを得なくなった。翌1938年7月、孫は部隊に復帰し、武漢海戦で優先、軍功を挙げている。同年中に財政部が使を務む総局収支総隊を組織すると、孫立人が総隊長に任命された。孫は、湖南省で部隊の組織を開始し、後に貴州省へ移って、貴州第3水税区司令に任命されている。孫は、軍事訓練に、各種体育活動を取り入れる独特な方法を採用し、わずか1年で、収支総隊を再精鋭部隊にまで錬成した。ところが、軍統指導者の戴笠がこの部隊を接収しようと、企むようになる。1940年に、使を務む総局が、収支所を設置し、所長に、戴福信の世典記、副所長に、孫が就任した機会を狙い、戴は、孫と折衝してその部隊の指揮権を奪い取ってしまった。その後、かつて、孫立人が統率していた、税警総団は、新編第38師に拡充、再編され、孫は、同師長として復帰する。1942年4月、孫率いる新編第38師は、その精鋭ぶりを蒋介石らから評価され、中国遠征軍の一員としてミャンマー入りした。同月、孫は、イェナンジョンの戦いで日本軍と激戦を展開し、包囲に落ちて苦しんでいたイギリス軍7000人の救援に成功するという軍功を挙げた。これは、孫の名声を大きく轟かせることになり、英米両国から勲章を授与されることになった。5月にもイギリス軍のミャンマーからの撤退を支援し、8月にインドのビハール州に移住している。10月、新編第38師と新編第22師が合流して、新編第1軍が組織され、軍長は鄭洞国が就任。孫立人は引き続きその下で、新編第38師師長を務め、軍の訓練に従事した。1943年10月より、新編第1軍は、ミャンマー北部の日本軍に反攻を開始する。孫は、友軍と協力しながら着実に各地を攻略し、6月25日には、モガンを攻略、勝利を収めた。この軍功により孫は、新編第一軍軍長に昇進している。10月より進軍を再開、日本軍と激戦を繰り広げ、12月15日にバームを攻略した。翌1944年1月27日には、レド航路を回復、3月末までに、ミャンマー北部の日本軍をほぼ掃討している。1945年7月、孫立人率いる新編第一軍は凱旋し、江西省南寧に駐留した。その後、孫は欧州へ軍事視察に赴き、帰国前に日本は降伏、その装備を接収する形で、新編第一軍はさらに拡充され、国民党軍の大主力の一角となっている。翌1946年3月、東北民主連軍討伐のため、孫と新編第一軍は東北へ派遣され、紙幣攻防戦を指揮した。当初は孫が優位に戦いを進め、5月には長春を占領している。しかし、6月以降の全面的な国境内戦勃発後は、次第に東北民主連軍の反撃に苦しみ、敗北を重ねた。このため、1947年4月に孫は、東北保安司令部副司令長官に異動させられ、8月には陸軍総司令代理兼陸軍訓練司令となる。外面的には昇進ではあったが、自身が率いていた新編第一軍の指揮権を失うなどしている。その後の孫立人は、台湾防衛のため新兵の訓練に従事し、1949年8月、東南軍政長官公署、副長官兼台湾防衛司令に任ぜられた。1950年3月、蒋介石が中華民国総統に復帰すると、孫は陸軍総司令兼保安総司令に起用されている。1952年10月、中国国民党第7期中央委員に選出され、さらに台湾永寿司令も兼ねた。しかし、孫は蒋の専制的統治には、不満をかねがね抱いていた。さらに、アメリカが派遣してきた軍事顧問団とも積極的に独自の交流をなしているありさまを見て、蒋介石、蒋慶国富氏は孫への不信感を募らせていく。1954年6月、孫立人は陸軍総司令を突然罷免され、総統府参軍長に異動させられた。翌1955年6月、孫配下の郭廷亮がクーデターを目論んでいたとの嫌疑で、孫も監視下に置かれてしまう。同年8月、陳誠ら9人で構成される調査委員会が組織され、10月末には同委員会の報告に基づき孫は参軍長から罷免、軟禁処分を言い渡された。孫がようやく軟禁を解かれたのは、32年余り経過した1988年3月22日のことである。1990年11月19日、台中市にて病没。享年92。ありがとうございます。